エドワード・クリストファー・シーラン、イギリスのシンガーソングライター。世間一般ではエド・シーランと呼ばれるシンガーソングライターをご存知でしょうか。グラミー賞を何度も受賞している世界的なアーティストになります。今回そんなエド・シーランさんがポケモンの曲を手掛けたとして話題になっています。しかしこの PV にはかなり面白い仕掛けがされているとか。今回はエド・シーランさんのセレスティアルを解説していきます。オンジャストーモサオでございます。いやー最高ですよね。いきなり何かだよ。ディズニーのグリーティングのサインが再開した。せっかく振ったんだからコラボ楽曲を聞いた感想のことにしようよ。そうですね、今回はエド・シーランさんとポケモンのコラボが決定しまして曲が公開されました。しかしこの PV 結構面白いので今回はこれを考察していきましょう。というわけで公開されたミュージックビデオセレスティアル、こちらご覧になられたでしょうか。なられていないという方は先に見た方が楽しめるというかネタバレになるんで見てきてください。セレスティアルっていうタイトルになってます。セレスティアルってどういう意味？まあ直訳すると天のとかになるんですけど、まあ、こちらの PV はエド・シーランさんがユーモアとワンダーにあふれる一日を綴るっていうね PV になってます。でこの PV を手掛けたのはガッチャと同じ監督です、おそらく。でさらにこのセレスティアル、なんとスカーレット・バイオレットの挿入歌に決定しました。これは涙なしには見れないかもしれませんね。いやプレイできないか。ゲームして泣くことあんのお前。泣いたのはクライシスコアのザックスとキングダムハーツ3ロクサス復活ですかね。スクエニオじゃん。まあ心打ち震えたのは BW の勝利は目前が流れる時ですね。まあそれはさておき、そんな心打ち震えたのは僕らだけではなくエド・シーランさんもそうなんですね。生活に支障をきたすほどポケモンが好きとして有名なんです。そんな彼が手掛けたこの曲には非常に素敵なメッセージとちょっと怖いメッセージが入っています。それでは本題に入っていきましょう。エドさんの自宅から始まります。まあこれ設定上の自宅です。曲の冒頭で出てくる歌詞で You see tonight it could go either way Hearts balanced on razor blade っていうね、言葉が出てくるんですけれども、なんて言ってんの。カミソリの上でバランスを取る僕の心みたいなイメージですね。まあなので日常に結構悩みがあるよっていうところから始まってます。まあ、なので一歩転んだらどうなるかわからない、まあ、そんな不安定な毎日を繰り返していくのが人間なんだよねっていうところが描かれてるんだと思います。それでは次のシーン行きましょう。で、まあ、結構面白いのが、まあ、ピカチュウカーのトミカがあったりとか、その次のシーンで出てくるモンスターボールはこれね、リアルモンスターボールレプリカ、ポケセンオンラインで売られていたザ・ワンド・カンパニー製のモンスターボールのレプリカなんだそうなんですけれども、まあこれで表現されてるのはかなりのマニアだよねっていうところですよね。でこの PV ね、アニメの世界と、現実のリアリティの世界、この2つが組み合わさってできています。まあ、一部 PV の表現とかあったりして、人影が火吹くと料理はできるんですけれども家が燃えてしまってそれをゼニガメに助けてもらうっていうシーンになります。え、じゃあこれポケモンの世界なの？いや、このポケモンは実際には存在しません。え、どういうこと？このポケモンはイマジナリーフレンドです。なんかちょっと聞いたことあるな。イマジナリーフレンド結構子供の頃とかに作ってた人も多いと思います。あとは精神的にきつい人が自分を認めてくれる存在として話し相手として作ったりする、まあ学問的には心理学とか精神医学とかその辺に加わる現象の一つなんですけれども、このイマジナリーフレンドっていうのは実際にいるような実在感を本人にとっては持っています。まあ心を支える一つの器官として機能するっていうね、結構面白い現象になります。まあみんなにも持ってるよって方がいると思います。僕はちなみにスタンドが出せればいいなって思ってます。いるわけじゃねえのかよ。まあ、空想上の仲間たちと楽しく暮らしてるってイメージになります。まあ、ここは捉え方次第ですが、僕は思いませんけど、まあ、不気味な部分ではありますよね。でも料理とかしてるよね。この料理をしているっていうのもイマジナリーフレンドって人格的な要素があるんですね。なのでこの料理とかしてるのっておそらくポケモンに見かけた人格なんですよね。エドのもう一人のもう二人のもう三人のみたいな感じです。まあ不気味なところはここではないです。そして次の歌詞いきましょう。 You make me feel like my troubled heart is a million miles away。 僕のこの悩んでいる心がもうめちゃめちゃ遠くにあるように感じさせてくれるよねって言ってます。君って誰のこと？まあこれはおそらくエド・シーランさんにとってのポケモンです。
ポケモンは自分の一部だよねっていうのは人格にもかかってきてます。でその後セレスティアル、セレスティアルっていうんですけど、まあこれは天空って意味なんですけど、まあこれは最高だぜ、最高だねみたいな、そういうイメージです。まあ PV1 分頃でエド・シーランね、めちゃめちゃ料理作るんですけど、まあこれもおそらく一人で食べてます。なんですけれども人格の世界ではみんなと食べてるよっていうね、まあちょっと成人が取る1日の摂取カロリーは大幅に超えちゃってると思います。あと右にあるケーキスタンド可愛い。そしてエドは1日を始めるために外に出るんですが、あることが起きます。そう、勘のいいガキの皆さんはもうお気づきかもしれません。イマジナリーフレンドって彼の現実にだけ存在する存在です。その後エドに何が起こるかっていうと、車に轢かれてるんですよね。で想像上のポケモンに助けてもらいます。え、それってまあそういうことなんだと思うんですけど、芸術の面白いところは受け取る側で認識が変わるので、これはちょっとわかんないですけど、僕はおそらくここでエドは死んでるんだと思うんですよね。物騒な話になってきたな。まあちょっとここが不気味なポイントだよねって思ってる部分です。しかしまあこの PV 自体本当の意味は怖いよっていうのを教えるための PV ではないので、まあちょっとまだ聞いていただけたら。そこからエドは町のいろいろな場所に行くんですけど、ちょっとありえないことが始まります。まあポケモンが実際に存在してるかのような感じになってくるんですけど、まずはラプラスのシーンですね。ラプラスのシーンでもうちゃんと水渡っちゃってます。その後のリザードンのシーンでもなんか空飛んじゃってる気がするんですよね、ちゃんとね。え、でもポケモンは存在してないんじゃないの？現実と空想の世界が入り乱れてる感じになるんですよね。まあ昏睡状態の可能性もありますよね。でその後エドシーランは帰宅してギターを弾いて歌い始めるんですけど、ここ皆さんどう思いますか？怖い印象は受けないな。僕はねめちゃめちゃかっこいいなって思うんですよね。全然関係ない。なんですけれどこのバンドのシーンではもうすでにポケモンが現実の世界側に出てきちゃってるんですよね。まあ区別がついていない状態、かつその後テレビに吸い込まれて二次元の世界に行ってしまいます。あー、エド戻ってきて。テレビの世界ではミュウツーと戦います。ペルソナ4の真夜中テレビではないので注意してください。でこのミュウツーとの対峙で瓦礫とかいろんなものが飛んできてポケモンに助けてもらうんですけれども、これはおそらく現実で起きている物事との葛藤です。日々辛いことが人には襲いかかります。一つ一つを振り払っていく力っていうものは日常の些細な楽しみであったり友達であったりイマジナリーフレンズだったりするっていう表現です。まあ彼はポケモンに助けられてきたわけですね。じゃあ彼がポケモンに何かしたことはあるのかっていうのが次のシーンで、エド・シーランはポケモンたちを守るためにミュウツーと戦って爆発します。さあなので作中で2回死がね表現されてるんだと思います。この死っていうのはおそらく決別だったり旅立ちだったりするものです。ネガティブなイメージではなくて、簡単に言うと心の切り替えですよね。また何かに気づいたとか、そういう表現です。何に気づいたの？ You make me feel we were made to be nothing more than this. Finding magic in all the smallest things, the way we notice, that's what really matters. っていう歌詞が出てくるんですけど、ちょっと発音下手で申し訳ないですけど、これは何て言ってるの？生きていくため、ただそれだけのために僕らは生まれてきた。些細な物事に魔法を見つけ出しながらそれに気づけるかが一番大事っていう歌詞になります。なんか深そうだな。この PV で死というものを扱ってるのは、まあ日常の悩みからなんかそういう命を絶ってしまったりとか、まあそういうところにも目を向けてるんじゃないかなって思います。なのでこの歌詞で言っていることは、小さなこと、みんなが持っている当たり前のことにも幸せを見つけてください、魔法を見つけてください。それは当たり前だと感じているかもしれませんが、それは幸せなことなのかもしれませんよと。で生きる意味なんてありません。生きるため、ただそれだけのために僕らは生まれたんだから、今日は流されるまま楽しんじゃってもいいんじゃないのっていうね、決別の思いが込められています。でエドは死んじゃったの？まあ、この PV の中のエドなんですけれども、最後はミュウツーに爆破された後パッて起きます。なるほど、夢落ちか。夢落ちなんですけど、ポケモンが現実の世界にいてスリーパーが出てきて二度寝させられるっていうね。
まあこのどっちかわからないっていうのも日常に溶け込んでいる最近のポケモン、まあ、ポケモン GO だったりそういった部分もメッセージ性とあったら面白いですよね。ちなみにエドはポケモン GO でね、コラボしていましたね。まあというわけで些細な日常の様々な小さな楽しいこと、それはポケモンだけではないですよ。まあそれを考え直してみたら僕って最高だなって言ってるのがこのセレスティアルっていうタイトルにかかってましたというお話でした。信じるか信じないかは俺次第。それでは最後にエド・シーランさんのコメントを読んでいきます。小学生の頃僕はいつもポケモンで遊んでいました。ポケモンカードも大好きでしたが僕がもっと夢中になっていたのはやはりゲームです。とにかくポケモンの世界が大好きで日常生活や学校で嫌なことがあった時にポケモンが全てを忘れさせてくれました。僕にとってポケモンは現実世界をより豊かにしてくれる存在となりプレイし続けています。まあこのようにお話ししています。まあもうポケモンこそが彼の人格でありずっと寄り添ってくれていたコンテンツだよねっていうところ、まあそれがイマジナリーフレンズとして PV の中で表現されたんじゃないでしょうか。はい、今回の動画は以上になります。まあ PV の中でいろいろな小ネタとかもあると思うんですけれども、今回はちょっと歌詞解説の方になってしまいました。なんか気づいたことあったらコメント欄に書いてみてください。またこのエド・シーランさんの楽曲はね日本語訳ありでね見ることもできるのでもう一回見直してみると涙ちょちょ切れるかもしれませんね。今回チャンネル登録をするとポケモンが睡眠にも寄り添ってくれるアプリポケモンスリープが再始動する確率が 0% 上がります。ぜひともチャンネル登録してみてください。それではご視聴ありがとうございました。残念ですがさようなら。